それではちゃんと帽をかぶって、つぼゆうすけさん、きょんしーさん、たっちゃんざなちゅきさん、つーもさん、バンジュラモンスターさん、ありがとう。スランプくんさん、すぐるさん、きょんしーさん、ニーノさん、ありがとう。つーもさん、ジャストミトさん、ありがとう。ラジオお疲れ様。今日楽しかったな。私ラジオ好きだから生配信とかめっちゃ嬉しかった。出れてほんまに。ラジオのお仕事していきたいって改めて感じた一日でした。ちょっとチーク塗ろう。ん？嫌とダメ？ラジオ好きなんですよね。ラジオ好きっていうか意外と自分の声が好き。実はね、またたびさん、セルジュルタンスさん、庄司さん、坪祐介さん、キョンシーさん、ツーモさん、りょうすけさん、ありがとう。石剣マシンさん、ダダダダムダさん、エムケンさん、テツさん、レベニアさん、ダダダダムダさん、アムロさん、オフさん、京平さん、ユキさん、どこまで読んだっけ、ありがとう。いや自分の声ね、めっちゃ好きじゃなかったんよ。好きじゃなかったけど、なんかいきなり好きになった。なんでかわかんないけど。バンジュラモンスターさん、坪ゆうすけさん、またたびさん、つーもさん、ありがとう。メリークリスマス。だからラジオしたい。ラジオなら出てみたい。出てみたい方。デブニアさん、修造さん、キヨ兄さん、ありがとう。あ、りょうすけさん、お誕生日。待って、じゃあチークで可愛くしてからにしよう。うん、でも今日つけすぎた。まあいいんだ、だってクリスマスだから。今日オレンジメイクにしたのに、なんかほっぺためっちゃピンクじゃん。りょうすけさん、お誕生日おめでとう。よいしょ。陽介さん、おめでとう。イエーイ、おめでとうございます。オムレツを。チーク塗るとき可愛すぎんご。それよく言われる。間違えた、これ。おめでとう。そう、でも自分で喋ってる声を、こう脳に反響された声を聞くより、なんか何、あの撮った音とか、その生じゃない音で聞いた時の方が、なんか、あ、自分ってこんな声なんだって客観的に分かると思う。
みんなあれでしょ、みんなケーキ食べる相手いなかったでしょ嘘嘘、みんないたよね。私もいたよ、私もいたんだけどさ、これジルのコッコとトロブさんがくれたチーク、すごいよね、かわいい。今日は親からこれをいただきました。ジルのね、ずっと買うか迷ってた、バニララストっていう香水、めちゃめちゃバニラ、もうバニラエッセンスですかって感じのバニラの匂いが、最近バニラの匂いが好きで、これをいただきました。ありがとう、明日から使います。ラムズさん、キョンシーさん、ありがとう。そう、ツーモさん、ありがとう。未知のラジオ始まったらメール送るんご。あ、でもやりたい、あの皆さんとさ電話とか。ゾニゾニさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ、ゾニゾニさんおめでとう。おめでとう、おめでゾニゾニさん、キョンシーさん、ヨネさん、ありがとう。そう、もうね、私もそう一緒に食べる相手は家族がいたんですよね。家族と一緒に3種類を3人で切って食べたからね、まあ、自分は2種類しか食べてないんだけど、だからちょっと甘々のお腹の甘々のお腹は満たされてはいるんですけど、カイルさんお誕生日おめでとう。よっ、よいしょ、カイルさんおめでとう。イエイ、ありがとうございます。なんか最近 お腹から声を出す人って素敵だなって思ったので、もう今日からお腹から声を出すことに意識しよう。昔クラスにバニラエッセンスつけてる子いた、それ違くね。そう、甘いものはいいかなって思ったけれども、クリスマスだから。りょうすけさん、つーもさん、デブニャンさん、ありがとう。お疲れ様です。今村さんとか何かプレゼント、愛、皆さんへの Love スカパラダさん、キョウちゃんさん、ナオくんさん、マーくんさん、ありがとう。タッチャンザナチュキさん、キョウちゃんさん、Thank you。 スーさんさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ、スーさんさんおめでとう。イエイエイエイ、おめでとうございます。今日もお誕生日の方多いね、おめでとう。クリスマスにお誕生日の子 あんまり会ったことないかも。すぐるさん、かみてるさん、ありがとう。こんにちは。またたびさん、きょんしーさん、まささん、ありがとう。このさ雪の結晶のさギフトさ投げたらさ雪が降ってくるのめっちゃかわいい。お酒飲んでないよ。お話し会道取った方がいい？なんで？
なんで本人に聞くんですか。それはそんなん、ね、私は会いたいって思ってくださるんだったら来てほしいし、いいかな、今はいいかなって思うんだったら、それは私がまだまだだしって思うけど、取った方がいいのかなって言われたら、そりゃ来てほしいに決まってるけどさ、取った方がいいか取らなきゃって思わせられなかった。それが寂しい。キョンシーさん、ナオヤさん、バンジャラモンスターさん、ミホさん、ありがとう。チュンさん、アトムちゃんさん、ヒロシゲさん、ありがとう。ねえ、みんな雪の結晶ありがとう。ヒロシゲさん、バンジャラモンスターさん、月影さん、トモキさん、月影さん、トモキさん、うん、寂しい。MKさん、ありがとう。アプリ壊れてるの？ヨネさん、アトムちゃんさん、またたびさん、デブニアさん、ツーモさん、ありがとう。去年の道なら握手券を買わない後悔より買って後悔ってドヤ顔して言ってた。違うんだよ、今日はもうなんかもう今日はダメなんだよ。ここがここだったから。マー君さん、キヨさん、大ジョコピマルさん、ありがとう。あ、そうなんだ、アプリ大変だね。ヨスケさん、トシヒロさん、夏目さん、ありがとう。アプリありがとう、でも見てくれて。今日のメールガチで可愛すぎませんか。うん、それでは乾杯。ティー、いやじゃん。 Today is my body。 じゃーん。じゃあ皆さんどうですか、ケーキはご用意されていますでしょうか。ギリギリに言ったからあれでしたけど、あれですか。じゃーん、かわいい写真。あちょっと今 TikTok のクーカちゃんみたいだったな。写真撮って、撮るの忘れてた。はい、はい、お酒は入っておりません。この配信もケーキ食べる相手がいないから、みち配信で食べてって昨日ね、お話し会で言ってくださった方がいたのでやっております。まあ私もね、あ確かにそれいい案だなって思って、
皆さんと一緒に食べれるのが嬉しいです。見てこれ、もみの木がもみの木じゃないな、多分なんだっけこれ、なんかが刺さってますが、抜こうかな、うん、抜きました。普通のショートケーキになっちゃった。はい、それでは皆さん、お手を拝借よー、いただきます。じゃあこのケーキにはコッコという名前をつけて食べていきましょう。めっちゃ最後まで見たいな私、ごめんごめん、刺してないよ。いただきます。うん、うまっ。このいちごは最後に食べます。好きなものは残しとく。おいしい。甘すぎずちょうど良い。はい、べしょってつけたいな、つかんかな、きちゃないな、やめよ。はい、でもこれこうやってやったら目つぶしになるんですよね。ほら、あ、やばい、先端恐怖症の方がやばい。あー、こっ、うん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 、私は鼻には鼻に食材はつけれません。私の鼻が嫌だって言ってるから。今日はクリスマスだね。え、プレゼントギフトって開くんだ。いただきます。はぁ、みんな楽しんでる？うん。あ、紅茶が足りねえ。紅茶が足りないよ。うん。本当に今日変なテンション、なんじゃこりゃ。紅茶、私紅茶がいないと無理。ちょっと甘い、二十歳超えて甘すぎるのは無理になりました。にゃ、ケーキ三口に、ケーキ三口に紅茶一杯だな。酔ってないです。そう、酔いたかったんですよ。私はさあ、なんか、あ、今日はクリスマスだからね、シャンメリーとかでも飲むのかなって思ったんです。なのに
蓋を開けるとサンガリアの1本40何円の一缶40何円のなんかサイダーだった。シャンメリーってアルコール入ってないの？知らんかった。イエー、少ない。2杯はある。しゃ、そうなんだ。せっかく20歳のクリスマスだったのに。ありがとうございます母上。でも私はサンタさんになりました。トロブさんにだけクリスマスプレゼントあげた。ジェイポングさんとありがとうございます。みょんみょんみょん。ジェイポングさん書きますね、ありがとう。ちなみにもうそろそろ配信終わろうかなって思います。23時に配信終わろうかなって。それまで食べきれたらだけどね。いやコッコには、いやコッコに塩対応をされてからトロブさんにあげた。っていうか配信3分前ぐらいにあげた。でもそれはコッコに別になんかあげなかったわけじゃなくて、コッコがその食事制限してるから、まあトロブさんはしとんか知らんけど、なんかあげれるものがなかったんですよね。 LINE ギフトあげたからさ。だからコッコへはまあね、そうそうそう、あれだったのよ。もうクリスマスだってびっくりした。マジ。ジェイポングさんありがとう。なんか顔丸い。ありがとう。ねえ終わっちゃうよ今年も。でもケーキ食べきらんと配信終えてお風呂入って、でまた余った時間、まあお風呂超特急で入ったら、超特急で入って髪も乾かしたら、まあ1時間もかからんじゃろうけ、その余った時間でまた配信しようかなって思ったんですよ。雪国っぽくない？花がかかった。売り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 安く売り、買い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 高く買い、家電宝石貴金属、ブランド品なら、あー崩れた。いただきます。いただきます。嘘、この歌知らないの？マジ？え嘘、全国かと思っとった本当に？え嘘マジか。
知らなかった知らんかった。そんなマイナーなノリ全国区なわけ。失礼やぞ作曲家に。もしかしたら、だって一回聞いたら覚えるじゃん絶対。じゃあいちごの部分が来ました。いただきます。今日が今年最後の金曜。ほんとだ、今日が今年最後の金曜だ。マジか。うわいちごおいしい。いちごのショートケーキを食べたの。お腹の中がトリトントンとタンタンとティントン、トリトントンとタンタンとティントン。トリトントンってわけわからんモルギーニー。ふうん。いただきます。いや、いちごおいしい。本当に酔ってないんですよね。おいしい。紅茶おいしい。クリームのつけ方があざとい。でも狙ってないし。これでシラフというホラーひどい。でも私酔っても別に変わらんもん。ショートケーキのいちごって酸っぱくないですか。だからいいんじゃないですか。世の中甘いだけじゃダメなんだよ。時には酸っぱい人生の方が。だからこれ、ああ大丈夫、ちゃんとあのあれの上に落ちてるから、これの上にね。人生甘いこともあれば酸っぱいこともあるということを教えてくれてるんですよ。でも甘みと酸味のバランスは、そう、もうちょっと酸味が強い方が私は好きかな。いただきます。23になったと。そう、人生崩れることはあるし、甘いだけでは生きていられない。でもショートケーキの、いちごのショートケーキの甘みと酸味のバランスは7対3ぐらいで甘いんですよ。甘いが強い。自分はショートケーキはね、もっといちごが増えてほしいな。まあただいちご甘いのが別にそんなにいっぱい食べたいわけじゃなくて、いちごが好きっていうのがあるから、もう8対2ぐらいでいい酸味と甘みのバランスっていうぐらいなんですけど、なんやかんやであと2口になりました。いただいていきます。
ショック。石焼き芋。実食。にゃー。まだ食べてないよ。でも、みんながいてよかった。わあすごい、ありがとう。いっぱいサンタが飛んでた。食べ終わったの？なにゃ。じゃあ一息ついて、いちごを閉めて間違えた、いちごを食べて閉めよう。でもなんか11時までに終わってさ、お風呂入ってさ、でなんか多分そしたらまた50分ぐらいからはさ、配信できると思ってたからさ、こんな感じで行こうって思ったんですけど、なんかもう11時過ぎちゃったらさ、もうなんか間に合わん気がしてさ、お風呂入ってもで、そんなお風呂入るさ構よう時間があるんだったらもう配信した方がいいかなって、今このまま配信した方がいいかなっていう気持ちになってる。そのまま寝ても大丈夫。いや違うんです、クリスマスを最後まで皆さんと過ごしたいから、私はそういうこと言ってるんだよ。こんばんは。ケーキはもう食べないよ、もうあっちの甘いがもういいっつってる。でもみんなとこういうさ話せることができてよかったよね。ショールームがあってよかったわ。なんか飲み物もいいって言ってるわ。お腹いっぱいなったな。お腹というか気持ちがいっぱい。どうしようかな。爆速で入れるかな。どう思います？知らないよね、でも私のお風呂の速さなんてね。みんなでもめちゃめちゃ頑張って急いでさ、めっちゃもうさ10分ぐらいでさ上がるとしてさ、そしたらなんか本当に洗ったのみたいな、みんなに言われるかなっていうさ、あれもある、心配。いや10分でいけんけどね、実際はね。サイレンリブレミラージャナミラージャマ、ふみち、いいクリスマスを。お仕事行ってくる。お仕事頑張って。いやもうお風呂無理だ、今から入れんわ。ちょっと胸がいっぱいで、いろんなあれで
ケーキ食べたら胸がいっぱいになるよね。お風呂配信はしませんよ。そんなクリスマスプレゼントは用意してません。ごめんね。でも大丈夫。お風呂配信なんて私には需要がないから。うん、本当にお酒飲んでないんだけどね。いやお風呂配信の需要があるよあるよあるよっていうのもどうかと思うけどなやめてよ。無理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 、やだやだダメです。あと60年後ぐらいかな、できてね。まあないよってコメントもそれはそれで嫌だけどさ。たわやっぽ、うん、60年末何を楽しみにするの。あなた女の子でしょ。いや男だからどうとか女だからどうとかもないけどさ、楽しみにしないでください皆さん。本当にみんな可愛いね。ルーム長さん、坪祐介さん、M健さん、深夜さん、陽介さん、東京特許許可局局長さん、またたびさん、マー君さん、マサさん、ツーモさん、としひろさん、ありがとう、ゆきさんありがとう、スカパラダさん、ボックスさん、月影さん、夏目さん、M健さん、きょうちゃんさん、天使のぬぐさん、マサさん、ありがとう。これさ、東京特許許可局局長さんさ、タワーですよね。タワーだけどさ、でもさ、この前もこれあった？今までなんか書いてないかな。なかったかな今まで。二の腕見せて。よし、ありがとう東京特許許可局局長さん。ね、知ってる知ってる。いや今まで10個投げてくださった方いるかなって。それだったら何ゴールドかさ知らなかったからさ、今まで書いてないからあれかなって思ったけど、こんなに皆さんが言うってことは今まではなかったんだと思う。でもこのタワーのお礼書くたびに今年終わるって思ってなんか寂しい。ありがとう。
ありがとうございます。まだ私コッコを食べ終わってないよ。あといちごがあるから。自己満だったので書かんでも大丈夫。え、投げてくれてた？直哉さん。直哉さん、やっぱそうか。なんかね、なんかそんな気がしたんですよね。Jポンさんは書きましたよ。皆さんあれじゃない？頭の更新というか、私のショールームに情報量ありすぎて、Jポングさんのトナカイタワーさっき書いたのにもう皆さんのキャパがいっぱいになってた。煽ってないけどさ。さっきまいちゃん見てた。私も見てた。うん、ありがとう。コメントしていっぱい。大崎上島のカズさん、つうまさん、ありがとう。みんなが幸せになればいいなって思う。大崎上島のカズさん、ありがとう。カラオケしないの？うん。ゆうゆんさん、甘栗くりちゃんさん、ありがとう。マー君さん、ありがとう。ともかぴさん、ありがとう。口並べで見てない感じみたい。イエーイ。今日は給料日だったのでとっても幸せ。お、そうなの？吉岡里帆さんと付き合いたいな。でもね、まあ世の中何が起きるか分からんからさ、願ったり叶ったりという言葉もあるもんですからね。応援してるよ。フーシェさん、キョンシーさん、マンジュラモンスターさん、ありがとう。最近道が可愛くて仕方がない。嬉しい。頑張るね。もっとその3多分矢の子おっと家に山村さんのショールームは当たり強い人多い。本当？自分ではそんなこと思わないからあれなのかな。私が鈍感なの。鈍感というか。受験勉強さん再開します。応援頑張れ。応援してる。ゆきさん、ありがとう。わかんない。願ったりかなったりの使い方違うかもしれない。わかんないわ。自分で自分のなんかいいハンドクリーム。私あの東京頑張れで親に自分がずっと買うかずっと迷ってたシャネルのねハンドクリームをもらったんですよ。本当に迷ってて高いんですよね。もう結構高いから悩んでたんだけど、やっぱめっちゃいい。トロブさんも使ってるらしくて、本当に卵型の白いやつ、めっちゃいい匂いがする。うん、あれは本当にね、なんかあ出会えてよかったって
思う。シャネルってって思うけど、でも化粧品だからね。お洋服とかはもっとさ、ね、びっくりびっくりの値段だとはさ思いますがさ、アールグレイのハンドクリーム、へえ、すごいね。珍しい。明日めっちゃ朝早いんですよ。はんって感じ。ゆきさんありがとう。ありがとう。今日楽しかったことは、今日楽しかったことは、親にこの香水を手渡してもらったことと、あとクリスマスだから、あのハーフさんの一番でっかいやつのサイズを初めて人生で頼んでみたことが楽しかった。それが楽しかったです。うん、なんかスターバックスさん、あ、言っちゃっためっちゃしっかり言っちゃった。さっき言わんようにしたのに、うん、そう、ぜひ お話し会でつけてください。変わらないですか。確かに私からバニラの匂いがすると思ってて、皆さん、だけ皆さんはバニラエッセンスを匂いながら私のお話し会、6枚目の受付が始まりましてるので、始まっておりますので、ぜひ来てください。5月5日は兜でも被ろうかな。バーではいつも何飲むんですか。私はね、カモミールミルクティーを飲むのが好きなんですけど、今日はなんかクリスマスだから、なんかクリスマス限定の飲んだよ。わざわざスタバー、あー言っちゃった、もうダメだ、ふわーふさんに行きたくてね、あのね、そう、一回ハーフさんがあるところにいたんですけど、そこから出ちゃって、あ、でもハーフさん行きたいって思って、違うところのハーフさんに行くためにまたお店行ってっていう、ハーフさんを求めるちょっと特別な感じするじゃん。しかもふわふわさんの大きいやつって、私はそこでクリスマスを感じました。ありがとうサンタさん。ありがとうサンタさん。今日まばたき多いからスクショむずい。素敵なクリスマスですね。そうかな。でもこうしてみんなとね、クリスマスが終わるまでみんなと話せてるから、確かに素敵なクリスマスかもしれないや。
でもその今日はニューフラードさんとハーフさんに支えられたクリスマスでしたね。そうだよ、塩対応はされるし、でもやっぱキラキラしてる人を見るのはさいいよね、本当に。なんかキラキラしてる人を見るだけで自分も頑張ろうって思えるからさ、だから自分もキラキラできたらいいなって思う。よく思いますね最近。一のショールームは最高のクリスマスプレゼント、イエーイ、ありがとう。ギラギラはダメよね。ギラギラもいいんじゃない？それとコッコ合わせたらプラスマイナス。コッコとジルスタバでプラマイゼロ。嘘ケーキ、そうだね。え、違う、コッコが嘘ついたからさ、なんか嘘ついたんですよあの人は。まあコッコのあれなんだよね、私とコッコのメールを両方取ってくださってる方はね、今日多分めっちゃ楽しかったと思う。あ、2人の言い分がみたいな、そう面白かったと思う。コッコのインスタのストーリーにさ、メリークリスマスイブでさ、マイキーを乗せてさ、今日私を乗せてたんですよ、ツーショットね、コッコが。でマイキーの方にはそう、マイキューへの気持ちも書いてたのに、私の方は何も書いてなかったから、それをなんでだよって送ったんですよ、なんで私にはないのって。そしたらみちにはメールで書いたからって言ったくせに、いざメールを見せていただくと何も書いてなかったんです。なんじゃそりゃって感じ。いや、意味が分かんない、もうクリスマスにこんな仕打ちを受けるなんてって思って、はあ、孤独を感じましたね。でも実際はそんなにへこんでない。コッコが私のことを好きなことは知ってるから。そうだけどね、クリスマスぐらいって感じ。そう、でもコッコに塩というか、はい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 みたいなされすぎて、あもう意見はってなった期間がある。そうなんだよ、たまにこうならんと、ずっとこうだったら入れなくて、めちゃめちゃ美味しいチーズケーキ屋さんが駅にあって、毎日通う駅だから、そのチーズケーキ屋さんに行きたいけど
いつも自分が行くときに閉まってて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 、ああもう食べれんな、自分のね食べれんなってなって、でもたまに、うん、月一で早く空いてる、やったーみたいな、そのやったーがないと諦めて、それでコッコと話せない、話せなくなった期間がありましたね。実は愛は冷めないけど、いけなくなる、なんか、あ、話しかけてもなってなるよね。そうそうそう。夢っていうのはな、9割苦しいんだ。でもその残りの1割がたまらなく嬉しいんだよ。しわん。奇跡と果てに。マイブームはツイッターです。最近ハマってる曲は、最近ハマってる曲は何でしょうかね。なんかノリノリになれる曲がいい。みちに即通してたけどやめました。なんで？声かわいすぎます。ありがとう。ほんと酔ってない、酔ってない。ブラックピンクさんね。あ、アイコ聴いてる、横顔聴いてる。めっちゃユニゾンちゃんハマってる曲。ユニゾンさんはハマるハマらないの次元じゃないよね。もう憧れの人はいますか。アイコさん、はい、新人です。ツイッターのアイコン未知にしてます。え、最近フォローしてくださったの。しや未知、最近アイコさん聞いてるのね。え、私結構前から聞いてるよ。アイコさん、自分は田淵さんとアイコさんとブルーノマーズさんがなんか世界三大音楽人って思ってたからね。まあ、今も思ったりしてるけど、そう、君にいいことがあるように、いいよね。こんばんは。マカロニえんぴつさんもいいよね。ひなでーすが好きです。ひなでーす、彼女あいみょんよく聞いてはります。本当に彼女できたの？マジか。寂しい。みちに目覚めました。みちの高いちゃん。イエーイ。踏み出した一歩は勇気に変わる。こんばんは。こんばんは。お幸せに。私は幸せを願ってるから。ひなって本当にひなぎくの小さい時だったの。
え、小さい時じゃないよ。寂しいってどんな感じ。それはそう。明日ボクシングでファイト。あおいさん、あおいさん、こんばんは。今日特に顔面強くて。強くないよ。今日色があるからじゃない、いっぱいつけたもん。チークこことこことこことここにつけて、口もすごく明るいやつにしてるからね。みちの次に葵さんが気になった。言うて唇派手に見えんけど、多分私に合ってるんだと思う、色が。確かに酔ってるみたいに見えるな。親からいただいたのはロールタイプのジルスチュアートバニララストオードパルファンっていうやつです。めっちゃ甘い、めっもう本当にバニラバニラって感じの匂いですよ。テレナ、アオイナ、ヒナナがめちゃめちゃ可愛かった。それね、アオイさんがアドリブでいつもなって言ってたから、私も続けてなって言ってみてただけなんですよ。台本になかったけど、どれだけ可愛いなを出せるか頑張ってた。あの時はもうゆうまくん早く行ってっていう気持ちでなななってワクワクしてるから、あの時のひなちゃんってやってましたね。懐かしい、リアニメーション。運命を受け入れることと運命に流されることは同じじゃないんだよ。誰かのためを思ってか。いいこと言うなお父さん。思いは何よりも強い力になる。踏み出した一歩は勇気に変わる。もしもあなたの行動で運命が変わるのだとしたらどうしたい？踏み出した一歩は勇気に変わる。テレビ局ってこんな風になってるんだ、すげー。あなたの心の中にあるものを見てみないふりしないで、見てみないふりしないで。ひなって名言多いね。川内さん、ありがとう。よし、来い。
そり酒飲んでるの。お酒飲んだ。実は飲んでないんですよね。本当に飲んでないんだよ。でも飲んでも変わらないし、飲んでなくてもこんなテンションになる時だってあるし、飲んでも低い時だってあるし。今はこの子の話をしているの、ゆらさん。AD の画像です。ゆくゆくは番組の演出を。信念を貫く登場人物は誰もが応援したくなっちゃうよ。スタジオが歌ったクリスマスソングの曲名はあなたとクリスマスイブです。トーキークスの木マジだいろんな方のセリフを覚えて、そうみんな好きだったな。キャラすごい、なんか皆さんキャラが立ってて素晴らしいよね。まあナチさんも、ナチさん本当にすごかった。なんか元がそうなんじゃないかなって思うぐらい。トモキかっこよかったな。でも私のさ、何応援してくださる皆さん、すごいなんかともきにガチ恋しそうな方が 何名かいらっしゃったんですよ。あと葵さんと大太郎さん、大太郎さん人気めっちゃ高かった。ともきサスケも高かったね。トモキュン最高。ユーマかっこいいよね。あ、ユーマも確かにな。ユーマも何人かいたな。ヒナもなかなかでしたよ。待って待って、ヒナは好きでいて。みんなは、まあ私じゃないからヒナは、まあわかるけど、ダンスがかっこいい人が好きなのでもうそれ、まあ、トモキもトモキだけどさ、まあそうだね。今回の舞台急にアドリブ来て焦ったことあった？いや、なかったかな。ふみおに感情移入してた。わかる、ふみおってなるよね。わかる。木の葉と大太郎がキュンでした。私じゃないけど、茜祈るのシャウト最高。いや、聞きたい。わかる。茜祈るさんの歌声はね、 CD もいいんだけど、めっちゃやっぱ生は素晴らしかった。もう毎回裏で跳ねてましたもん。本当に聞きたい。もう一回リオくん可愛い。リオね、わかる。メタル K さんありがとう。リオはいい人だなって思うよね。ふんふんふん。みゃこちゃんラブ。それはもう元が好きになっとるやんけ。みゃこさんはもう
子らしく綺麗だし可愛いし、なんかいい方でした。みやこさん優しい方でした。大太郎さんとひながアフターライブ始まるときちょっとアイコンタクトしたのグッときた。そうなのよ、ダンス極めます、カンナムスタイルから極めます。なんでそこから、いやちゃんとあれでしょ、アップダウンをちゃんとしなきゃね。まだやりきってね、伝えきってね、この日この瞬間に俺たちの歌でつなぐことができんじゃねえのかって。だから頼むよ、もう一度だけ。シュインね、お願い。やれやれ、シュイン。忘れるな、与えられた時間は有限だということを。シュイン、もう一度あの場所へ。ドゥルン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 。皆さんの好きなさシーンはどこだったんですか。葵さんがひなに対して過保護なの可愛かった。あ、アフターライブのと一番最初らへんのブリッジというか、あのつなぎのお芝居で私がなんか間違えたっていうか忘れてたっていうか、次自分じゃないと思ったら自分だったのに、全然セリフ自分が言わなくて、そうだから、でももう私は葵さん葵さん言ってたから、もう困ったら葵さんって葵さんだけ言えばいいんだって思って、なんかちょっと沈黙ができそうだったけん、次誰だったっけと思いながら葵さんって言ったのは、それが自分の周りの唯一のあれかな、アドリブかな。そう、マジで本当に申し訳ないことをしましたね。でも葵さんは葵さんって言ったらやっぱり助けてくれた。先週楽テレのじゃあ中からのユーマのありがとうを投げたね。ありがとうって言ってたらしいですね。私知らなくて、客席から見たかったなって思った、出てたけど。あそこはもう最高に泣けるよね。じゃあな、まあ、もうじゃあなっていう言葉だけで泣きそうになるもん。いちごまだ食べてない。ライブシーンまた見たいな。今村美月さんはお酒飲んでる方が面白いみたい。今飲んでないけどね。まあ確かに饒舌にはなる。ステージで音鳴らなくてアカペラするとか震えたねえ。あそこもいい、本当に照明真っ暗になるのもいい。こんばんは。もうなんか永遠に語りたい、同じことしか言わんくなると思うけど、最後らへんは永遠に語りたくなるよね。
セットに背中ぶつけてたけどあれ大丈夫だった。うん、びっくりした。でも大丈夫でした。しかもその次はセットめっちゃ避けようとしたら逆に客席の方に落ちそうになって危ねえってなった。コノハとユーマがその後どうなるのか気になって眠れない。そこまで考えてるんじゃないかな、知らんけどね。アフターストーリーはだってさ、結果を出さなかったら皆さんが想像で楽しめるじゃん。この葉とユーマは結ばれない気しかしてない、結ばれない気しかしない。マジ？まあ、ユーマが鈍感すぎるもんね。パパの壁が高すぎた。確かに。ジョウスケさん怖いもん。一番面白かったのはタキシード笹川さん。あ、私がアフターライブのブリッジのまたブリッジなんですけど、つなぎのね芝居でね、あのね、ジョウスケさんジョウスケさんのこと呼ぼうとして間違えて笹川さんってジョウスケさんの本当の名前というか、あのね、あれを言っちゃったのが一番の失態でしたね。笹川さん、笹川さん、あ、笹川さんじゃなかった、やばいやばい、ジョウスケさん、ジョウスケさんって言ってた。そう、笹川さんって言ってしまって、でもそしたら赤見沢さん、赤見沢役の緑川陸さんがそれは誰ですかって言ってくださったんですよ。助け船を出してくださって、あれ、あっ、ってなったんです。そう、危なかった、あれはね、危なかったというか、高尾さんだったっけ言ってくださったの。そう、あれはやっちゃったなって思った。後から何か言われましたか？面白かったって。お三方とも、サンバカさん面白かったって言ってくれたし、ジョウスケさんは喜んでた、笹川さんはうんうんって言ってた。皆さん優しいなって思った。それでもね、稽古中は普段話もやっぱり役の名前で呼ぶの？え、それは人によりますね。うん、そう、褒められた。天然だったのかシナリオなのかと思ってた。嘘。いや、ブリッジはね、本当に毎回変わるから私もねドキドキだったんですよ。あと、あの、いつだっけ、千秋楽の日の昼公演だったかな、あの時のなんか、あの、よし、ここは私の出番かなって言った後に、あの、葵さんと赤見沢さんと私と3人でね、なんか歌い出すというか発声練習して、キツネさんが多いっていうところがあったんですけど、その発声練習が毎回変えてたんですよ。それをなんか途中からなんか形が決まってきて、あーあーあーって、あの、一人ずつ一音ずつ音を出していって、で
おいって一回言われた後にあーってなんかみんなで別々のことをしようっていう形が決まったんですよね。で、で、一回あーあーあーをやってみたんですよ。ハモってみたら、私葵さん赤見沢さんの順番でやったら、赤見沢さんね、リクさんが音痴すぎて、もうね、なんか、なんて言ったらいいんだろう、もう本当に無理だったんですよ。だからあの、まあ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 音程取れるリクさんより音程取れるリクさん、あ、2人を後にしてリクさんとリクさん、内栗さん、私の順番でハモろうってなって、で、そう、なんかその一番最初に私、内栗さん、リクさんでやっの順番でやった時はあーって自分が言ったら、あーあーあーみたいな、もうね本当に不協和音だったんですよ。あーあーってなってたから、だからリクさんから始めてっていう順番もつけてやって、でなんか千秋楽の昼公演は私がリクさんにボイパをしてほしかったんですよね。でなんか本当になんかボイパしてくださいって言ってみたんですよ。だからそしたらなんかなんつくたんつくたんつくたんみたいな言ってたから、そうだからもうちょっとあのひらがなっぽくプッツクパプッツクパってやってくださいって言って、そしたらたあのね、それにすごくとらわれすぎてて、そのそこのあのアドリブの定型文じゃないけど基礎の形はリクさん、内栗さん、私でああああってやった後にああってあのみんなでね別々のことをするっていうのが決まりだったのに、その昼公演リクさんはあのよしここは私たちの出番かなってやったら、もう一番最初からぶつくぱぶつくぱって言い出して、そしたらもう内栗さんも私もどうしたらいいか分かんなくなって、なんか私たちはそのハモリからのあれに準備してたから、なのでいきなり一人であのやりだしてからで、えってなって二人とも、で何も言えなかったんですよ。まあそこで私がね、そのボイパにさ、なんか乗せれればよかったんだけど、プッツクパヘイみたいな、なんかそのボイパで歌い始めたりとかもね、できたらよかったんだけど、しかもその日本語を意識してるからさ、本当に下手なプッツクタプッツクがなんか会場に響き渡ってさ、それでなんかシーンってして、で高尾さんも多分どこで突っ込めばいいのか分かんなくて、本当にでなんかやばいってなったんですよ。でも高尾さんが突っ込んでくれてその後はけたんですけど、なんかはけてからもうリクさんはなんか間違えたことに気づいてなくて、私が何間違えてるんですかって言ったら、なんかなんかそういうボイパの話してたから、なんか俺がみんなに裏切られたんだって、自分らはもう別々のことをするって言うね、自分らもなんか歌い始めると思っとったけんさ、リクさんからするとだからいきなりやり始めて、あ、なんか裏切られたって思いながらやってたらしくて、それを自分が間違えとんのに、それがめっちゃ面白かったですね。わかるかなこの面白さ、ほんとあれは面白かった。
シュールだったな。じゃあ最後のイチゴをいただきます。うまっ、おいしい。最後に笑って幸せなクリスマスでした。それでは壇上読み上げます。13位 M ケンさん、12位ダダダダムドさん、11位キョンシーさん、10位マサさん、9位坪井ゆうすけさん、8位ギルスさん、7位コウさん、6位またたびさん、5位りょうすけさん、4位ツーモさん、3位東京特許許可局局長さん、2位ジーポングさん、そして1位はルルルルンシャンゆきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルンシャン恭平さん、フォッフォッフォ、ありがとう。明日は朝配信多分6時台とかに、6時台か5時台かな、6時台か、後で予約入れときます。早いのでね、起きれる人だけ起きてください。いやー本当にありがとう皆さん。クリスマス終わっちゃいますけどね、お話し会ポチポチして帰ります。お待ちしてます。ぶりっ子サンタが見たいとうちの猫が泣いています。楽しかったにゃ。はい、ありがとうございました。うん、楽しいクリスマスになりました。ありがとう。それではケーキもごちそうさまでした。ここごちそうさまでした。それでは今日も一日お疲れ様でした。ありがとうロバイチャラポ、おやすみちゅー、また明日。うん、ね、しっかり寝てね。メリークリスマスでした。バイバーイ。